ITTF 男女ワールドカップ4月15から21日マカオ19日女子シングルス準決勝で張本美和15イコール木下グループ世界ランク12位が大盤行く25イコール中国同2位にゲームカウント2対4で敗れて準決勝敗退となったライブ配信 ITTF 男女ワールドカップマカオ2 0 2 4 4月15日 月曜日から21日、日曜日開催。試合結果、トーナメント表、決勝進出とはならなかったが、女子 W 杯史上最年少で銅メダルを獲得した。今大会、快進撃を見せる15歳の張本美和。1回戦では世界3位の大芸道、27イコール中国、から初勝利を挙げると、昨日の準々決勝ではリアス、23イコールプエルトリコ、 同10位に勝利し、史上最年少での準決勝進出。ワールドカップ史上初となる兄弟でのメダル獲得の快挙を成し遂げた。ちなみにこれまでの最年少記録は平野美宇、24イコール木下グループ、同13位の16歳で、中国選手が不参加だった2016年大会で初優勝を果たしている。続く準決勝の相手は、昨日早田ひな、 23イコール日本生命、同6位、奥下した世界卓球2021女王の大番行く、25イコール中国、同2位。過去の対戦は長本の0勝1敗だが、今大会で世界3位を破った長本が世界2位に対してどんなプレーを見せるのか注目が集まった。第一ゲームは相手のバックサイドにボールを集めた長本。 しかし相手の回転量の多いドライブに押されてバックハンドにミスが出てしまい、競り合うも9対11で奪われる。打球点の速い長本の両ハンドに対して、オーバンイクは台から距離を取ってのパワードライブで応戦。得意のラリー戦でも相手を崩すことができず、第2ゲームも落とす。前半はオーバンイクの巧みなハーフロングサーブに苦しんだものの、第3ゲームはコースを散らしつつ、チキ ストップを織り混ぜて返球。8連続ポイントを上げて、長本がゲームを奪い返す。第4ゲームは3対0と長本がリードし、勢いに乗るかと思われたが、すぐさま大番行が5連続ポイントで逆転。張本はチキータを狙い撃たれて、ゲームカウント1対3と大手をかけられる。後がなくなった第5ゲームはチキータを封印。ストップからの展開で流れをつかむと、 ラリーでは相手のフォアサイドをついて、長本が再びゲームをダッシュ。第6ゲームは一進一退の展開。強気のバックハンドを見せた長本が先にゲームポイントを握るも、二度のチャンスをものにできず、最後はフォアドライブがオーバーとなり11-13で敗退。世界2位を相手に互角のラリーを繰り広げたものの、あと一本が同かった。男女ワールドカップ女子シングルス準決勝。 張本美和二2の4大番行く、中国、96分の11-11分の11-6分の6-11分の11-11分の9-13。